基本例題11番です。この問題は角度が与えられていませんが、三角形の比、各辺の比が与えられています。3対4対5の直角三角形が与えられていますので、角度がなくても解くことができる問題です。この問題の物体は静止していますから、加速していませんから、力を受けていないという式を作ればいいことになります。 5kg の物体ですから 9.8 倍して 49N の重力を受けています。触っているのはこちらの左の糸と右の糸、2つに触っています。左の糸から張力を受けて、右の糸から張力を受けています。これの大きさを T と S と問題では置いています。普通の問題ですから、右向き X 軸、上向き Y 軸として斜めの方向を向いている T と S を分解します。 X 成分、垂線を下ろして、 Y 成分、垂線を下ろして、これとこれに分解します。 Y 成分に垂線を下ろして、 X 成分に垂線を下ろして、どちらも長方形を作りました。この2つに分解するわけですが、ここにも3対4対5の三角形が見えてきます。3対4対5の三角形が見えてきます。こちら側でも結構です。こちら側でも結構です。短い辺が3、中ぐらいが4、一番長い辺が5という相似の三角形です。こちら側は一番長いところが5になっています。一番短いところは5分の 3t というふうになります。中ぐらいの方は5分の 4t となります。これで3対4対5分の 5t 3対4対 5t、5になります。 S の方も一番長いところが S です。3対4対5 5分の 5s、 ここが5分の 4s、 こちらが5分の 3s となります。これで X 方向と Y 方向の釣り合いの式、力を受けていないという式ができます。 X 方向は右向きの5分の 4S と左向きの5分の 3T が引き分けになります。両辺5倍しておきましょう。 Y 方向は5分の 4T と5分の 3S を足すと、下向きの49ニュートンと等しくなります。1番の式、2番の式から S と T を求めます。2つ分かりませんが、式が2つあるので求めることができます。1番から S を消しましょうか。 S は4分の 3T です。2番の式へ代入すると、5分の 4T プラス5分の 3 かける S が4分の 3T です。イコール49。両辺もう少しいきましょうか。5分の 4t プラス20分の 9t は49。20分の4倍して16と9で 25t。49。5と4ですか。t は5分の 49 かける4イコール39.2N となります。これ T の値をここに掘り込むと S が出てきます。頑張ってください。